どうも、ベホクです。今回はスイッチのゲームで無料であるにもかかわらずめちゃくちゃ面白い神ゲーを5選紹介していきます。最近のゲームではこのグラフィックやこのゲーム内容をタダで遊べるのといった驚くようなゲームがスイッチで多数配信開始になっています。これを機に皆さんもプレイしてみてはどうでしょうか。ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきましょう。最初に紹介するゲームはこちら、スーパーカービィハンターズです。今作は2019年9月5日に配信開始された基本プレイ無料のゲームです。開発元は春研究所で、ジャンルがアクションゲームになっています。今作のゲームを分かりやすく説明すると、カービィを使って最大4人協力プレイでボスを倒そうといったゲームになっています。基本的にカービィは敵を飲み込むことで相手の能力を奪って、その能力でステージを攻略していくというスタイルが一般的に知られているカービィになっていますが、今作では剣士、獣戦士、科学者、魔法使いのいずれかを選んで戦っていくスタイルになっています。もちろんいつでもジョブは変更できるので、自分に合ったジョブを選ぶことができ、そのジョブに応じた武器や防具が豊富に用意されています。一応今作でもストーリーはありますが、正直合ってないようなもので、基本的にクエストを受注し敵を倒して報酬をゲット、その報酬でまた武器などを強化し新たな強敵へという流れになっています。簡単に言ってしまうとモンハンみたいな流れの感じですね。課金要素としてはジェムリンゴというものがお金の通貨になっているので、これを購入すれば強い武器やサポートアイテムなどで有利に立ち回ることができる仕様になっています。また今作では課金必須のゲームではなく、課金はあくまでも時間短縮としての課金になるので、無課金でも問題なく遊ぶことができます。むしろ課金しない方が長く遊ぶことができていいかもしれませんね。実際にプレイしてみた感想を言うと、グラフィックは正直無料で出すレベルではないと素直に感動しました。カービィの別のゲームと比較しても大差ないほど綺麗でした。操作性は非常に簡単で、ジャンプ、攻撃、移動の大まかに分けてこれぐらいで、子供やゲームが苦手な方でも手に取りやすい操作性でした。アクション要素は正直少し単調な気がしましたが、それを補うかのように数多くの武器や防具が用意されているので、着せ替えをしながらいろんなカービィを楽しめる神ゲー作品だと感じました。続いて紹介するゲームはこちら、ドーントレスです。今作は2019年12月11日に配信開始された、ジャンルがアクション RPG になっています。開発を手掛けたのはカナダのインディーゲームスタジオ、フェニックスラボズが手掛けた無料のオンラインゲームになっています。今作のゲームを分かりやすく説明すると、フォートナイトとモンハンを掛け合わせたようなゲームになっています。どういうことかと言いますと、フォートナイトのデザインでゲーム性はモンハンをするといった感じのゲームになっているんですね。プレイヤーは7種類の武器の中から1つを装備し、ベヒモスという敵を倒し、その素材で新しい防具だったり武器を強化して楽しむゲームになっております。まずベヒモスって何なのっていうのを分かりやすく説明させてもらうと、犬です。犬の中にもチワワだったりミニチュアダックスフンドだったりと様々な種類がいると思いますが、ビヒモスも一緒で、ビヒモスの中に雷属性や氷属性の様々な個体のビヒモスが存在するようになっています。なので実際にはビヒモスという名前ではなく、ドラスクやボレウスといった名前のモンスターが存在するようになっています。操作性としてはボタン配置などは違うものの、アクション自体はモンハンとある程度同じになっており、モンハンと異なるのは常時ジャンプができたり、武器を抜刀している状態でも走ることができるようになっていたり、回復薬を使わなくてもフィールドに回復できる場所が設置されているところになっています。またモンハンと違って敵を倒しても素材を剥ぎ取る必要がないので、モンハンのめんどくさいなぁと思う部分を全部削ったような操作性になっています。実際にプレイした感じではモンハンが好きな方には間違いなくハマる作品だと感じました。敵の攻撃モーションもモンハンと似たようなモーションが多く、回避などのタイミングも取りやすいので、しっかりと相手の攻撃を読んでこちらの攻撃を当てるという楽しさがちゃんとありました。またモンハンでは序盤の素材の採集など比較的めんどくさいクエストもなく、ゲームを始めてすぐ大型モンスターと戦闘できるのも良かったと思います。基本無料の今作ですが、一応課金要素もあり、課金をすることで特別なスキンをゲットできたり、効率よく素材を集めたりすることができるようになりますが、課金していなくても戦闘などの優劣などはないので、モンハンを無料で遊べてなおかつオンラインもできると考えると、このゲームまさに無料界の神ゲーと言わざるを得ない作品でした。続いて紹介するゲームはこちら、
ポケモンクエストです。今作は2018年5月30日に任天堂スイッチで配信開始になり、6月27日にはスマホでも配信開始になった人気作品。ジャンルはアクションアドベンチャーで、開発元はゲームフリークが手掛けた作品になっています。今作がどんなゲームなのか分かりやすく説明すると、全てが四角で構成された島を舞台に、ポクセルと呼ばれる四角のポケモンたちを仲間にして探索していくゲームになっています。ポケモンは現在数多くの種類がいますが、今作では初代ポケモンのみが実装となっています。初代ポケモンしか出ないので、最近のポケモンは種類が増えすぎたりと、抵抗がある方にも懐かしい気持ちになってプレイすることができます。ゲームシステムとしては最大3匹のポケモンを編成し、各ステージに配置されたポケモンを倒し、最後にボスを倒すことでクリアになる仕様になっています。戦闘は基本的オートになっており、ポケモンの技を繰り出すときは自分で操作するかオート設定にするか選べる仕様になっています。またポケモンおなじみのモンスターボールの概念はなく、今作では自分でポケモンが好みそうな料理を作り、その料理に釣られて寄ってきたポケモンたちを仲間にできる仕様になっています。実際にプレイしてみたところ、操作は非常に簡単で、自動でポケモン同士戦闘してくれます。技のアクションだけ手動でもオートでも設定が可能なので、アクションが苦手な方でも十分に楽しめる仕様になっていました。違うことをしながらでもできるゲーム性は僕的には非常にいいと感じました。また四角いポケモンたちが世界観に合ってる BGM で、ポケモンたちがすごく愛らしく見えてきたり、ポケモンの技のエフェクトも従来のポケモンとは一味違ったエフェクトなので、そこの部分も楽しめる要素かなと思いました。課金要素については、ポケモンを仲間にするために必要な料理の素材を多く手に入れるためのアイテムだったり、経験値アップだったりといった要素が課金することですぐ入手できるようになっていましたが、無課金でも同じアイテムをゲットできるので課金必須というゲームでもなさそうでした。ポケモンの種類も初代の人影やピカチュウとおなじみのポケモンなので、新ポケモンに抵抗を感じている方や初代のポケモンが好きな方にはおすすめの作品となっています。続いて紹介するゲームはこちら、ウォーフレームです。今作は2013年に初の配信開始になり、スイッチでは2018年11月21日に配信された、ジャンルがアクションシューティングゲームになっていて、開発元はデジタルエクストリームスが手掛けた作品になっています。今作がどんなゲームか分かりやすく説明すると、ミッション形式の TPS 視点で行われるゲームで、プレイヤーはテンノという戦闘種族を操作し、忍者のようなアクションと様々な能力を持つウォーフレームというパワースーツを着ることでできる特殊能力などを武器を用いて駆使し、敵と戦っていくゲームになっています。本作の操作キャラでは忍者をモチーフとしているため、アクション一つ一つがスタイリッシュに作られており、移動にストレスが感じられない作りになっています。またステルス要素もあり、しゃがみ状態からの近接で一気に敵を仕留めたり、遠くから弓でヘッドショットしたりと、派手に戦闘することも隠密に戦闘を行うことも可能と、自分の好きな戦闘スタイルをとって戦うことができるようになっています。課金要素については、強い武器などが簡単に手に入れることが可能ですが、無課金でも同じ武器を手にすることができるので、課金要素はあまりないゲームになっています。実際に今作をプレイしてみたところ、忍者をモチーフにしているだけあり、かなり操作は楽しいです。最初はカメラワークに若干戸惑いますが、設定をいじれば気にならなくなるので問題なし。また最初は3種類の特殊能力から1つ選ぶのですが、ゲームを進めていくと様々な特殊能力に変更できるようになります。例えば自分自身の行動を高速化することができる能力だったり、透明化して戦えるようになったりと、本当に他のゲームでは見られないような能力を多数用意されています。ちなみに現在用意されている種類はざっと40種類ほどの特殊能力を使えることができるので、自分に合った能力は必ず見つかることでしょう。戦闘ではソロ、オンラインなどどちらも可能で、ソロの場合でもサポートキャラクターをつけることができ、猫や大型犬のようなキャラがプレイヤーと一緒に戦闘してくれるようになります。ステージでは基本的に目的地に行って特定のアイテムを入手だったり、人質を救出するだったりを行った後、脱出するところまで移動するといった流れになっています。敵などもステルスで行えば1体ずつ相手にできますが、派手に戦闘すると周りからどんどん敵が湧いてくるため、時と場合によって戦闘スタイルを変更する必要があり、戦略性を感じることもできました。忍者のようなスタイリッシュなゲームを味わいたい方や、様々な能力で敵を倒しまくりたいという方には非常におすすめの神ゲー作品でした。
最後に紹介するゲームはこちら、ロケットリーグです。今作は2015年7月7日に配信開始になったスポーツゲームで、約2000円程度の有料での販売になっていましたが、今年の9月24日に無料ゲームとして変更になりました。今作品はサイオニックスが開発したゲームで、どんなゲームか分かりやすく説明すると、車でサッカーをするゲームになっています。今作の評価を結論から言うと、無料でありながらもかなりのクオリティに仕上がっている作品だと感じました。まずはゲームモード。今作ではソロでの対決から最大4対4までの対決が準備されており、オンラインでのランキングマッチやトーナメントなど様々なモードが用意されておりました。ただこのオンラインマッチはレベル10まで成長させないとプレイできないため、若干そこが面倒くさいと感じる方がいるかもしれませんが、チュートリアルがてらにプレイしていればすぐにレベル10くらいにはなるので、さほど問題ないかなと思います。またランキングやトーナメント以外でのオンライン対戦はレベルが1でもプレイすることが可能で、実際はレベルを上げなくても十分に楽しむことができる作品になっています。続いては課金要素ですが、今作では課金要素があり、車の外装やブーストなどを購入することが可能で、一応無課金よりかは強くなるにはなれますが、正直無課金でも試合には全然勝てますし、課金していなくても数は限られていますが、外装などの変更は可能になっています。ただ試合開始直後にボールを奪うことが有利になってくるので、そこだけは課金している方が有利になりやすいところだと感じました。操作性もかなり簡単なので、ジャンプやアクセル、ブーストといったアクションぐらいで、ゲームが苦手な方でも楽しめる初心者向け神ゲー作品でした。いかがだったでしょうか。今回紹介したゲーム以外でも数多くの無料ゲーが配信されているので、スイッチさえあればそれだけで長く遊べるようになったのは非常に嬉しいですよね。最近ではスイッチではまだ配信日が未定ですが、原神というゲームは有料版として発売されてもおかしくないクオリティやゲーム性でした。今後こういったゲームが当たり前に出るような環境になれば最高ですね。このチャンネルでは神&クソゲーと両極端なゲームを紹介しているので、ぜひ登録をお願いします。それでは次回のゲーム紹介でお会いしましょう。